背番号7番の浅井選手です。背番号27番の吉川です。背番号19番の池畑選手です。次のホームゲームは8月4日日曜日18時キックオフでコンサドーレ札幌と対戦します。この日は市町村サンクスデー、滑川市、小矢部市の日です。滑川市、小矢部市の日ということでマッチデープログラムナンバー当選会では滑川市イメージアップキャラクターのキラリンのグッズセットや小矢部市からはなんと稲葉メルヘン牛1万円相当が3名様にプレゼントされます。お楽しみに。今節から8月25日のモンテディオ山形戦まで夏期間の間、夏だ、祭りだ、カターレだ、どこ行くの、喧騒でしょうと題して様々なイベントを開催いたします。今回は水着でないと、あ、浴衣でないとを開催します。チケット売り場に浴衣を着用してご来場いただいた方に S10 席、A10 席を半額で販売いたします。ご家族で、友達と、カップルでぜひ浴衣を着てご来場ください。お待ちしています。そして M3 ゲート前の特設ステージではスイカ王子と種飛ばし対決を行います。スイカ王子との種飛ばし対決に勝利した方にはスイカバーをプレゼントしますよ。皆さんぜひ参加してくださいね。続いてグッズ情報のお知らせです。一つ目はこちら、ライカくんぬいぐるみのストラップです。大人気のライカくんグッズが新登場しました。今回はたくさんの方から商品化を熱望されていたぬいぐるみストラップです。ぜひぜひ。二つ目はこちら、選手フィギュア第3弾です。毎回販売当日に完売してしまう大人気の選手フィギュア第3弾が登場しました。今回はてっちゃん、陽平くん、こけさん、ヤン、ヘジュン、ケンちゃん、キムが入っていますよ。最後はこちら、レジェンドユニフォームです。2009年の公式試合で選手が着用していたユニフォームを特別販売します。今回はファーストユニフォームのみ販売です。パンツとセットのものやシャツだけのものなどいくつかの種類があります。お目当てのユニフォームをゲットするのにはお早めにご来場をお勧めします。お待ちしてます。いつも熱い応援ありがとうございます。次のコンサドーレ札幌戦はチーム一丸となって勝ちたいと思います。ぜひ熱い応援よろしくお願いします。頑張ります。出へんやんか、誰がや。今から夏だ、スイカだ、種飛ばし大会をこの3人でやりたいと思います。ご覧あれ、いきます。怖いわ。ちょっとだけいってる、大ちゃんやで。いや、助走つけてるよ、あの人。結構いった、どういった。ビリス、皆さんもスイカ種飛ばし大会に来てください。